少佐、敵兵を2名発見。おそらくソコロフを見張っている KGB の兵士だ。 AK-47 にグレネードか。今からバーチャスミッションを開始する。というわけで今回はザ・日本特殊部隊をプレイしていきます。このゲームはメタルギアシリーズやヒットマンシリーズのようにスニークしながら敵を捕まえていくゲームです。このゲームでね、僕のスニーキングスキルをお見せしましょう。では進めていきます。うわー、 Oh my god! ポン。ただのカカシですな。皆さんお疲れ様です。鍋蓋の子です。今回はこちらのゲーム、ザ・日本特殊部隊凶悪犯罪列島24時コンビニ強盗立てこもりそしてハイジャック、さまざまな凶悪犯どもを制圧せよをプレイしていきます。シンプル2000シリーズの中ではボリューム108なのでだいぶ進化したゲームです。ストーリーはほぼありませんがオープニングがあります。簡単に説明すると、2015年の日本は治安が悪く、警察は SACT という4人の警察官で編成された特殊部隊を設立します。通常の警官では手に負えない案件を対応します。はい、ここでプレイアブルキャラの4人が出てきます。移動は速いが狙撃が苦手な東堂、狙撃はうまいがリロードが遅い二条、足音が小さいが体力は低い斉藤、体力が高いが移動の遅い筋肉もりもりマッチョマンの八木。これらの特徴は説明書に書いてありますが、このゲームのシステム上あまり関係ありません。これからミッションを2人1組で攻略していきます。ミッション準備画面を見ていきましょう。やつらが来たぞ。ミッションを始める前に準備があります。隊員選択では先ほどの4人から自分が操作するキャラとお供として連れていくキャラを選びます。装備選択では持っていく武器を2つ選べます。準備ができたら出撃画面から行くミッションを選択し遊んでいきます。この頃の鍋蓋の子はこのゲームの恐ろしさを分かってはいなかった。行くぞ。ミッションが始まりました。このゲームの操作設定は2に変えておかないと全く動けません。視点も3種類ありますが FPS 目線で遊んでいきましょう。お供の隊員は十字ボタンで指示が出せます。しかし口だけは達者な投資ろなので待機させます。四角ボタンでマップを開きます。近くの敵は黄色で表記され、発見されると赤くなります。ここで敵に見つかりますが足を打って捕獲します。 No! What are you doing? What are you doing? No! No! What are you doing? What are you doing? Stop! ポンポン。転ばす他に見つからずに背後から警告し捕獲も可能です。ポンポンポン。R2 ボタンを2回タップで横に転がります。うわー、攻めろ。 R1 と L1 の同時押しで完全に透明になります。透明になっている間敵に見つかりません。時間経過で再び使用可能になります。敵に直接触れるとバレてしまいます。弾丸が当たったところを敵は確認します。そのためわざと撃って誘うこともできます。はい、ここで問題です。どのボタンを押してリロードしたでしょうか。正解は何の操作もしていないでした。はい、このシステムがクソ要素で、弾を使用した後勝手にリロードモーションになるなど自己要因になります。違うだろお前、リロードしろ。時間見て。店内まで来ましたが敵が4人います。この場合全く見つからずに突破はほぼ無理なので、わざと見つかっておびき寄せ捕まえることも必要です。ポンポンポン。ここまで捕獲にこだわってきましたが、敵を殺すことも可能です。敵を全て制圧してミッションクリアになります。最後に評価画面になり、クリアタイムと味方が死亡していないか、犯人を何人殺したか、何人逮捕したかで評価されているように見えますが、
味方がダメージを受けたか、自分がダメージを受けたかも評価基準に入っています。犯人を殺害すると評価が下がります。いい評価をもらうと総合評価値が上がり、階級が上がります。階級が上がると新しい武器が手に入ったりします。俺たちなら瞬きする間に皆殺しにできる。ちょっと待って、どこ逃げる、どこ逃げる。いや、無理でしょ。全くお笑いだ。はい、このゲームの敵キャラなんですけど、不良グループ、テロリスト、強盗犯、愛病棟、知らぬい、宗教団体、愛病棟、白夜、外国人テロリストなど種類がいます。しかし見た目の種類が上記の通りで、テロリストと宗教団体の見た目が同じだったりめちゃくちゃです。強盗犯に至ってはストッキングをかぶっているだけとかふざけています。親玉的な人は黒スーツを着ています。敵に名前はあれどストーリーはないので感情移入などありません。ステージですが、7つのステージを使い回しです。コンビニ、丸坂駅、銀行、空港、繁華街、下水道、丸坂城です。この中でも下水道は見通しが良く、スニークミッションどころではありません。旧ミッションを終えた後、これまでのミッションのボス1人との戦闘になります。ボスは感度ビンビンですぐにバレます。なので透明化して捕獲します。これをさらに8ミッションこなすと、やったぜ。はい、エンディングです。長く苦しい戦いでした。ザ・シリーズあるあるのこれからも戦いは続くエンドです。階級も上がり、武器も 100% 集まりましたので終わりたいって。はい、クリア後に特にメッセージはありませんでしたが、ロードするとミッションが増えていました。このゲームの裏表記にですね、37ミッションあると書いてあるので、クリア後も遊べるみたいですね。ミッションに縛り内容が書いてありますが、無視してもミッションクリアにはなるようです。それじゃあやっていきましょう。準備はいいか。このゲームのスコープは左スティック押し込みで覗き込みます。はい、ここでエイム操作が右スティックから左スティックに変わりました。覗き込み中は移動ができません。ここまではよくあることなんですが、覗き込むとエイムが全く合いません。スコープはないものと考えます。それ以外はまともに扱える武器ばかりなので、いろいろ試すと面白いです。また階級は元帥まで行くと、ファーガンという隠し武器が出ます。このゲーム一番ダメージが高く、弾切れのない壊れ武器です。極力戦闘を避け、見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れ、うるさい。本当だからだ。はい、ラストミッションまでやってきました。このミッションの敵は一体どんな見た目でしょうか。はい、特殊部隊の色違いみたいな敵です。しかしマスターガンの灰になってもらいます。ポン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 。これで無事全てのミッションをクリアしてエンディングです。はい、クリアした感想ですが、的確に1対1に持ち込んで制圧していくゲームでした。途中から敵を皆殺しにしてもミッションを進めることに気づきました。それからはノンストレスで進められましたね。操作方法が PS2 のため難しく、カスタムもできないため最近の FPS に慣れていると難しいかと思います。ステージが使い回しだったりスタイリッシュなプレイができないので、飽きてくるのが一番の敵でした。忍耐力や死にゲーが得意な人にはおすすめです。大暴れしたい人は頑張って元帥になって暴れましょう。
一面のコンビニはタイムアタック向きの両ステージだと思います。他のザシリーズと比べても操作はしやすくなっているので結構遊びやすいかと思います。ストーリーがないのが逆にミニゲーム的に進められましたね。同じようなミッションを繰り返しプレイするためランクが低いからといってやり直しは精神に来るのでおすすめしません。ただ昇格して武器を解放があるので最初のコンビニを周回して稼ぐのがおすすめです。敵の配置については強行突破が必須な場面が散りばめられているので覚悟の準備が必要なゲームでした。覚悟の準備をしておいてください。何度も死んで戦略を考えるのはとても楽しかったです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。